皆さんこんにちは、みきです。今回はですね、ふとライチョウを見たいなと思い立ち、アルプスの方に行ってきました。ライチョウのいろいろな可愛い仕草のほか、ふもとで猛禽類もいくつか取れたので、そちらもお見せしたいなと思います。それではご覧ください。どうぞ。
はい、というわけで本日の団長いかがだったでしょうか。今回一か八かで行ってみたんですけれども、無事にライチョウを見つけることができて嬉しかったですね。丸っこいフォルムとかゆったりとした行動がとっても可愛らしかったですね。ユーラシア大陸と陸続きだった氷河時代にやってきて、それからずっと約2万年もの間生き残っていたんだなと考えると、とってもロマンがありますよね。今回見た茶色っぽい羽だけじゃなくて、冬になると周りの雪景色に溶け込んで真っ白になったり、あとはオスの夏羽もすごく綺麗なので、次回はぜひそれを見てみたいなと思いました。あとはですね、私が住んでいる地域では冬にしか見れない猛禽類などが見れたのも嬉しかったですね。はい、というわけで本日もご視聴ありがとうございました。